はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日は質問ですね、フィンガーピッキングで B フラットで綺麗に音が出ませんということですね。ストロークならまあごまかしができるけどってこと。フィンガーピッキングで B フラットですね。これはね綺麗に出ないんですよ、はっきり言ってねやっぱり練習です。練習。あのね、前にもね紹介しました、 A コードでやりました。こういう感じで弾く、あのこうね、ポール・マッカートニー奏法とかね、こういう感じでやるのと、まあこう、これがまあまあこれが普通かな。これでね、これで1弦が出るまでにはかなりね力がいるんですよね。これで1弦だからこう薬指で全部弾いておいて、ここだけ開けてるんですね、前を見て。ここでこれができたら B もできるし、 C もできるし、 D もできる。だからこう練習ですね。だからもう毎日毎日やるんですよ。もうとにかくとにかくぐーっとこう力を入れる。この最初ね音が出ないでしょ。音が出ないけどぐっと毎日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 やっておけば、そしたらこう出てくるなんですね。こういう感じでこう、この指がこっちに加勢してるでしょ。でここはこう弾いて、こう一弦だけ弾かないようにこう注意してくる。1弦だけ出れば OK。 1弦だけってことないけどね、1弦だけまあ一番こうミソになってるけどね。こんな練習をすればいいんじゃないでしょうかね。手がやっぱり力いりますよ。本当にこう力がねいります。最初こう出ないとか、1弦が当たったりするから、それをグッとこうやっておいて、ここでねこれが出れば持てるでしょ。 2,3,4,1 違う、 4,3,2,1 でしょ。これが出ればあとはこっちにして、ここ出るでしょ。これも出る、出るポイントってあるんですよ。だからあとこう出なかったら出るポイントを探しておいて、この1、ね、これからやっておいて、これでそうするとこれ本当僕も苦手ですよ、音が出るようになったのね。こんな感じです、こういう感じです。今ここに当てますけど、こう押さえてれば、ここ別に当たっても問題ないですよ。こんな感じでね、もう本当日々の練習なんですよ、この本当にね。こう疲れるでしょ、疲れたら休んで、あとはグッとやっていや疲れた、 B フラット、はい練習しましょう。僕も練習します。頑張ってやりましょうね。あの反復練習しかないですよ本当に。これ頑張ってみてください。 J チャンネルでした。では。